遺伝,遺伝的不動、遺伝的不動、遺伝的不動、ジェネティックドリフトとは、無作為抽出の効果によって生じる遺伝子プールにおける対立遺伝子頻度の変化である。機械的不動とも言う。この対立遺伝子頻度の変化には、自然選択の効果は含まれていない。具体的には、ある子世代における対立遺伝子、アリルは、 親世代の対立遺伝子からの無作為抽出で決定される生物学的なモデルを考える。このモデルが仮定していることを現実的に解釈すると、個体が生殖可能年齢まで生き残り、繁殖に成功するか否かは全て偶然によって決定されているということである。この過程においては自然選択や性選択などの効果は無視されている。 この無作為抽出による手順が、子世代から孫世代、さらにひ孫世代、と繰り返されるとき、生物集団中の対立遺伝子頻度、アリルフリークエンシーはランダムに増減する。このランダム性により、遺伝的不動は、集団から遺伝的変異を取り除く。すなわち、集団中の遺伝的多様性を減少させる効果を持つ。この効果は、集団が小さいと傷よくなり、 集団が大きいとき弱くなる。遺伝的不動を含む中立説の進化における重要性については自然選択説と対比され激しい論争を引き起こした。遺伝的不動は小規模な後輩集団の遺伝子頻度に特に大きな影響をもたらす。その典型的な例としてボトルネック効果や創始者効果が挙げられる。前者では一時的な個体数の減少。 校舎では個体群の隔離によって集団サイズが小さくなった状況を想定する。このような集団では遺伝的不動による遺伝子頻度の変動は時には集団内からのそれらの遺伝子の偶発的な消失を招く。一旦集団から消失した遺伝子は当然ながら高台に受け継がれることはない。このためその集団の見かけ上の遺伝子の進化速度が速まることになる。 中立進化説では、生物の生存に有利でも不利でもない遺伝子の変化、すなわち遺伝的不動が分子レベルでの進化の主因であると考える。理想集団における対立遺伝子頻度変化を遺伝的不動の数学的モデルとして記述するとき、分岐過程や拡散方程式が用いられる。ある遺伝子座には2つの対立遺伝子 A、A があり、各々の頻度を P、Q とする。 N 個体からなる二倍体生物の集団にを考えると遺伝子のコピー総数はニノルマルであり、1個体が持つ2つの遺伝子の組み合わせはホモ接合の場合とヘテロ接合の場合が考えられる。シューアルライトとロナルド・フィッシャーが名付けたライト、フィッシャーモデルとは世代が重複しない、かつ子世代に出現する遺伝子のコピーは親世代の遺伝子プールからの無作為抽出であると、 仮定したモデルである。このモデルにおいて、個世代集団中で対立遺伝子 A が軽コピー得られる確率を表す式は、二項係数を用いると、モランモデルは世代が重複することを想定したモデル。各タイムステップにおいて、自身のコピーを生む一個体、死亡する一個体を選ぶ。その結果、任意の対立遺伝子のコピー数は1上昇したり、1減少したり、 あるいは一定となる。よって、このモデルの遷移確率行列は、一般的に見えたい核行列となる。これより、ライト・フィッシャーモデルよりも、モランモデルの方が、数学的に解を求めやすいと言える。その一方で、実際のコンピュータシミュレーションでは、ライト・フィッシャーモデルを使った方が、計算にかかる、ステップ数が少なく済むため楽である。これは、モランモデルでは、 一世代の計算をするために N タイムステップかかるのに対し、ライト・フィッシャーモデルは一ステップで済むためである。実際、モランモデルとライト・フィッシャーモデルは似た結果が得られる。しかし、モランモデルの方が遺伝的不動の進行が早い。遺伝子頻度変化の連続的な変化は拡散方程式を用いて記述できる。 集団における対立遺伝子の初期頻度を P、時間トン経過後の対立遺伝子頻度を X として、確率分布をフォーミュラ3とする。時間の流れに従って、確率分布を記述する場合、これは、コルモゴロフの前向き方程式と呼ばれる。生物学的に解釈すれば、M は、世代あたりの低方向性を持つ効果による、対立遺伝子頻度変化が起こる確率、V は、 遺伝的不動による対立遺伝子頻度変化が起こる確率であ。また、時間の流れに逆らって確率分布を記述する場合、これはコルモゴロフの後ろ向き方程式と呼ばれる。この式において左辺が例の時、すべての集団においてある対立遺伝子が固定している状態を表す。この場合の式は特に次のように記述される。フォーミュラ7は、 初期頻度 P の対立遺伝子が完全に固定する確率である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。